ミラノにあるセグラーテのモスク本項目では、イタリアのイスラム教について記述する。イタリアにおけるイスラム教の歴史は9世紀、シチリア島がイスラム教国家による支配を受けた時代にまで遡る。827年に初めてマツアラの支配が、始まってから1300年に、ルチェーラにあったイスラム教徒の最後の拠点が、破壊されるまで、イタリア国内には、一定数のムスリムが存在していた。 その後1970年代までイスラム教はイタリアではほぼ信仰の見られない宗教であった。1970年代初のソマリア系移民がイタリアへとやってきた。近年ではモロッコやエジプト、チュニジアといった北アフリカからの移民が多く見られるようになっている。今日イタリア国内には約150万人のムスリムがおり、国内には 約500のモスクが存在するが、イスラム教は法による認可を受けていない。イスラム教は、イタリア国内では、カトリック教会に次いで2番目に多い信者数を有するものの、これは、イタリア政府により公式には認定されていない。カトリック以外の宗教については、イタリア政府による公式認定とは、実質上、認可を申請した宗教コミュニティと政府の間で、 合意署名が交わされて後、イタリア内務大臣の要請を受け、大統領に認可されることである。そのような認定は単に宗教の信者数だけではなく、審議にかけられる宗教の教条が、イタリア憲法の規定に合致することが必要である。公式の認定を得た宗教は、個人所得税の死と指定制度による優遇を得る機会を与えられる。ユダヤ教もしくは、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド、 末日聖徒、イエス・キリスト教会、セブンス・デー・アドベンチスト教会のような少数派宗教を含む他の宗教はすでにイタリア政府と合意署名を交わし、公式に認可を受けている。2005年、ムスリムによって構成される、評議会、イタリアイスラム教協議会がイタリア内務大臣によって設立された。評議会の会員間の強い意見対立により認可へ。 向けた作業は中断している。内部の意見対立、強硬派のイマーム、ムスリム移民による一夫多再生や女性の権利の侵害といった要素がイスラム教がイタリア国内で認可を受けていない要因と考えられている。イタリア領内にあるパンテレリア等は700年にアラブ人により征服された。アラブ人はこれ以前の652年と667年。 そして720年に当時ローマ帝国領であったシチリア島を襲撃していた。島の最東部にあたるシラクサは708年に初めて一時的に支配下に置かれたが、740年の進行計画は771年まで続いたマグリブのベルベル人の反乱と799年まで続いたイフリーキアの内乱により失敗に終わった。 サルディーニャ島へのアラブ人の攻撃は、シチリア島への攻撃に比べ重要度は低く、征服は失敗に終わったが、サルディーニャ島のローマ帝国からの分離を促し、サルディーニャ島の独立とジュディカーティの時代につながった。シチリア島征服ビザンティン帝国に対し反旗を翻した、シチリア島の総督はムスリムに助けを求めた。度重なる軍の反乱を収束させるため、 イフリーキアのアグラブ長総督は、アサドイブンアルイコールフラートラに率いられたアラビア人、ベルベル人、アンダルス人の軍を派遣して827年、830年、875年にシチリア島を征服した。パレルモが831年に陥落した後、843年にメッシーナが陥落、878年にはシラクサも陥落した。902年、 イフリーキアの総督自身が軍を率いて、シチリア島へと、新軍、902年に、タオルミーナを支配下に置いた。イタリア半島本土のレッジオカラブリアム918年に、陥落、964年には、ビサンティン帝国の最後の拠点となっていたロメッタが、陥落した。ムスリムによる、支配のもと、シチリア島の農業は、繁栄期を迎え、農産物の輸出が盛んとなった。 美術や工芸がシチリア島の各都市で栄えた。シチリア島内でムスリムが主婦を置いていたパレルモには当時30万人の人々が住んでおり、この数字は当時のドイツの都市の全人口よりも大きかった。ムスリムにより征服された地方の住民は西シチリア島のカトリック教会を信仰するシチリア人と主に島東部に住み、ギリシア語を話す一部のキリスト教徒がいたが、 これ以外に相当数のユダヤ人が居住していた。これらの非政府区民は、ムスリム支配下でも、ズインミーとしてある程度の信教の自由を保障されていた。ただし、ムスリムとズインミーの間に、いくつかの区別があった。ズインミーは、ジズヤやハラージを支払う必要があったが、ムスリムが支払う、必要のある税の支払いは、免除されていた。アラブ人による支配下では、 人頭税を支払う民の間には複数の区分があったがどの区分にも共通していたのは外国からの侵略や内部反乱に対する保護を受ける代わりにムスリムによる支配への服従の証として人頭税を支払うという点であった征服された民はイスラム教へ回収さえすれば人頭税の支払いをせずに済む新卒な宗教的信念か社会的強制化はともかく シチリア島の原住民の大多数がイスラム教へと回収した。しかし、イスラム教国家による100年間の統治の後ですら、数多くのギリシア語を話すキリスト教徒コミュニティが特に、シチリア島北東部において、ズインミーとして存続していた。これは、共存を許容する地図や制度によるところが大であった。この非政府民との共存関係は、 特に1189年のグリエルモニセイの死に続くシチリア島の再征服以降崩壊することとなる。11世紀半ばまではムスリムがシチリア島の住民の多数派を形成していた。849年に起きたオスティアの戦いはローマへのアラブ人の3回目の侵攻の失敗を決定づけた。プリアの主張国ムスリムたちはシチリア島から イタリア本土への攻撃を行い、カラブリアを侵略した。835年と837年に、ナポリ港はベネベント公と戦い、シチリア島のムスリムに助けを求めた。840年、ターラントとバーリはムスリムの手に落ち、841年にはブリンディジが征服され、カプアは破壊された。 当時フランク人の庇護下にあったベネベントは840年から847年まで占領され851年から852年の間に再度占領された843年846年849年のムスリムたちによるローマへの攻撃は失敗に終わった847年ターラント、バーリ、ブリンディジは アグラブ朝から独立した主張国となることを宣言した。数十年の間、ムスリムたちは地中海を支配し、イタリアの港湾都市に攻撃を加えた。ムスリムは868年から870年までの間シチリア島のラグーザを占拠した。870年にマルタが陥落して、ようやくカトリック教会のキリスト教徒はムスリムと戦うことのできる軍隊を設立した。 続く、約20年間は、本島の大部分が、キリスト教徒の支配下に置かれた。イタリア王国国王ロドビコ2世は、ブリンディジを征服し871年には、バーリで、アラブ人を破ったが、その後アグラ部長により、捕虜にされた。捕虜となった、ルイ2世に代わり、ビサンティン帝国が880年に、ターラントを征服した。カラブリアのサンタセベリナ・クロトなど、 南部にあった少数のムスリムの拠点は885年まで存続した。882年、ムスリムはさらに北進して新たな拠点をナポリとローマの間にあるガリラーの川の河口に設立し、ガエータと同盟を結び、カンパニアやラツヨのサビーナを攻撃した。約100年後、ビザンティンは神聖ローマ帝国皇帝夫2世と戦うためシチリア島のムスリムに支援を求めた。 シチリア島のムスリムは982年にクロトーネの戦いにおいてターラントでオットー2世を破り、この後200年間、後継の神聖ローマ皇帝によるイタリア南部への侵入を防ぐことにほぼ成功した。1002年、バーリは再びムスリムの支配下に置かれたが、すぐにビザンティンにより脱回された。アグラ部長がリフリーキアでも敗退した後、シチリア島は10世紀に 後継政権となったファーティマ朝による支配を受けたが、カルブアサの下でのスンナ派とシーア派による争いの後独立を宣言した。ピエモンテへの侵入セプティマニアとナルボンヌからやってきたアラブ人とベルベル人は、729年から765年にかけてスペインの西ゴート王国を征服した後、イタリア北部へと侵攻を開始し、793年には、 再度フランス南部へと侵攻した。888年、アルアンナルスのムスリムたちは、フランスのプロバンス、フレジュス付近のフラフシャニートに、新たな拠点を築き、この拠点から、フランス沿岸部と内陸部へ侵攻を開始した。915年のガリラーノの戦いの後、ムスリムはラツオ南部の拠点を失った。年には、ウーゴーがイタリア北部の西敵と戦うため、 ムスリムを召集した。934年と935年、ジェノバトラスペツヤが攻撃を受け、続いて942年には、ニースが襲撃を受けた。ピエモンテにおいて、ムスリムたちは、アスキとノービまでの地域を獲得、さらに、ローヌ渓谷とアルプス山脈の西斜面に沿って北へと進軍した。ブルゴーニュ広国軍を破った後、 942年から964年までサボワを征服し、952年から960年までスイスの一部を占領した。アラブ人と戦うため、ウーゴーの旧敵であったベレンガーリオ一世はマジャール人傭兵を招集。マジャール人傭兵はイタリア北部を蹂躙した。ドイツのオーラの圧迫の下、フラフシャニートは972年に降伏したが、 三十年後の1002年にジェノバは侵攻を受け、1004年にはピサも侵攻を受けた。ピサとジェノアは結束し、コルシカ島とサルディーニャ島のムスリムによる支配を終わらせた。1015年にはアンダルスのデニア港を率いる軍隊がスペインからサルディーニャ島へと来訪し、ティレニア海とイタリア半島を支配下に置くための兵坦用の一時的な軍営を設置したが、1016年、 デノアとピサの両海洋共和国による軍事介入のために部隊は軍営からの撤退を強いられた。ノルマン人支配下のシチリア島かつてのアミールの宮殿、ノルマンに宮殿さんジョバンニデッリ・リエレミティはアラブローマノルマンの3つの文化の融合を象徴する建築物である。ルッジェロにセヨの戴冠式のが愛刀に刻まれたアラビア語カルブ調整喧嘩で始まったシチリア島の文化的。 経済的繁栄は、チュニジアのズイール・アサ、ピサ、ローマによる多数の死傷者を出した戦いとそれに続く侵攻により、中断された。東シチリアは1038年から1042年まで、ビサンティン帝国の支配を受けた。1059年、イタリア南部からルッチェイロ一世に率いられた、ノルマン人が来週、島を征服した。ノルマン人は、 レッジョカラブリアを1060年に征服した。メッシーナは1061年にノルマン人の手に落ちた。イスラム教国家による支配を守るためのアルジェリアのハンマード・朝による侵攻は1063年、ジェノア・ピサ連合軍の迎撃により失敗に終わった。1072年のパレルも、そして1088年のシラクサの失地も防げなかった。 ノートとシチリア島の最後のムスリムの拠点は1091年に陥落した。1090から1091年、ノルマン人は再度マルタを征服、パンテルリアは1123年に陥落した。ノルマン人による支配下においても、少数ながらムスリムはシチリア島に残っていた。ルッチェーロ2世は歴史上初めて正確な世界地図を作成した巧妙な地理学者。 ムハンマド・アル・イドリー・スイや、詩人のイブン・ザ・ファルラを宮廷へと招いている。最初、ムスリムたちは、ノルマン人によって、寛大な処置を受けていたが、すぐに、教皇からの圧力により差別が強まることになった。モスクの大部分は破壊もしくは教会へと、作り変えられた。初期のシチリア島のノルマン人は十字軍に、参加しなかったが、1157年以降に、 ムアヒヒド朝に破れるまで何度か、イフリーキアへの侵攻や襲撃を行った。シチリア島における平和的な共存関係は1189年のグリエルモ2世の死ともに終焉を迎えた。上層階級のムスリムたちはこの時に脱出した。彼らムスリムの医学的知識はスコラメディカされるニターナに保存されている。アラブローマノルマン人の芸術面や建築面における融合は、 シチリアロマネスクとして現代まで残存している。島に残ったムスリムたちは、シチリア島のカルタジローネなどへと逃亡したり、山岳部に身を隠し、1194年より、シチリア島を支配した方園シュタウ編長に対し、抵抗を続けたりした。島の中心部において、ムスリムたちは、イブンアッバードが、シチリア島の最後のアミールであると宣言した。この大変動期を収束させるため、 自らも十字軍騎士であった皇帝フリードリヒ2世は残存する少数のムスリムをシチリア島から排除する政策を実行した。この民族排除は、ごく一部には強硬支配の強化の意味もあったものの、主な目的は、ヒキリスト教徒の潜伏者に影響されることのない、忠誠心の強い軍隊を作ることにあった。1224年から1239年にかけて、 フリードリヒ2世はシチリアからプッテアノルチェーラにある自治植民地へとムスリムを追放した。この植民地はムスリムが非ムスリム居住地へ浸透することができないようにするため厳しい軍事管理下に置かれていた。しかしムスリムたちはフリードリヒ2世により軍に採用されムスリムたちはフリードリヒ2世の政敵と何のつながりもなかったために 忠実なこの親兵団となった。1249年、フリードリヒ2世は同様にしてマルタからムスリムを排除した。教皇の命により、ルチェーラは1300年にカルロ2世の手でキリスト教徒の下へと戻ってきた。ムスリムたちは強制的に回収されるか、殺害もしくはヨーロッパから追放された。しかし、プッレデに、 ムスリムのコミュニティがあったことは1336年の記録にも残っている。2009年には現代のルチェーラ地方付近に住む住民には北西アフリカと同様の遺伝子が少数ながら見られるという遺伝学的研究成果が発表された。15世紀の間、オスマン帝国は ヨーロッパ南東部で支配権を大きく拡大していった。スルタンメフメトニセイの下オスマン帝国は1453年にコンスタンティノープルとガラタを征服、ビサンティン帝国の領土を完全に吸収した。1475年には国会におけるジェノバの最後の取りを陥落させ、1479年にはベネツヤ共和国の影響下にあった。 エビア島のギリシア人距離地を破壊した。オスマン帝国軍は1479年にイタリア北東部にあるフリウーリー地方へと侵攻、さらに1499年から1503年にかけて再度侵攻を行った。ブリンディジの南東約1 0 0トルの地点にあるプッリャの港町、オトラントは1480年に支配下に置かれたが、1481年に メフメト二世が亡くなり、後継者争いが起きると、オスマン帝国軍は改装した。オスマン帝国の定位を狙っていた、ジェムソルタンは教皇による支援にもかかわらず敗北した。彼は家族と共にナポリ王国へと逃亡し、そこでジェムの男系の子孫が1492年に教皇により、プリンシペイでサイードの称号を授けられた。 サイード・コーラは17世紀までナポリを拠点とし、また、マルタに移転する1668年までは、シチリア島も拠点としていた。16世紀の攻撃をトランと選挙は、さらなる侵攻のための拠点とするためだったかという点に、関しては議論の余地があるものの、オスマン帝国のスルタンは、イタリア半島を支配下にイレイスラム教による統治を導入するという野望を諦めることはなかった。 1526年にドゥブロブニクとハンガリーを征服し1529年に第一次ウィーン包囲でオスマン帝国軍が敗北するとオスマン帝国軍は再びイタリア南部への攻撃へと移った。1512年と1526年オスマン帝国はレッジョ・カラブリアを制圧し1537年にはカラブリアの大部分を征服1538年には ベネツヤ共和国艦隊を撃破した。1539年、ニースはベルベル人の攻撃を受けたが、1553年のパンテレリアの戦いや1565年のマルダ、包囲戦での敗北により、オスマン帝国によるシチリア島への上陸作戦は失敗に終わった。1571年のレパントの海戦における、キリスト教徒による神聖同盟の勝利に、 スペイン王国に次いで貢献したのはベネツィア共和国であった。ベネツィア共和国は1423年から1718年までの間、8回にわたりオスマン帝国と戦い大きな犠牲を払った。ローマモスク、イタリア及びヨーロッパ最大のモスク。モスクの内部イタリアの公式統計によれば、ムスリムは2005年1月1日時点でイタリアのすぐ 約240万人の外国人居住者の内約34%を占めている。これら82万人の外国人ムスリム居住者は合法的にイタリア国内に居住しているが、イタリアのカトリック系社会奉仕団体カリタスによる年次予測によれば、イタリアの不法移民の内ムスリムは約40%に相当することから合法居住者の他に、 約10から15万人の不法滞在中のムスリムがいると見られる。イタリア国内のイスラム教多数派はスンナ派であり、シーア派は少数派である。不法移民は、イタリア国内のムスリムの中では少数派であるにも、かかわらず、現代イタリアにおけるイスラム教の問題を、複数の政党外民、特に不法移民と結びつけて考えている。船いっぱいの不法移民がやってきたとの報道が、 ニュース番組で特に夏季に大きく取り上げられるため移民問題は政治課題として目につきやすい。イタリア警察はイタリアの海岸へと上陸する何千もの不法移民をせき止めることにはあまり成功していない。これは主にイタリアの海岸線が合計で約8 0 0 0トルという長距離にわたることによる。しかし、 イタリアに上陸する不法移民の大部分は他の EU 諸国への通過点としてのみイタリアを利用している。これはイタリアではドイツやフランスよりも移民に対する経済的機会や社会福祉が貧弱であることによる。イタリア国籍を有する移民のムスリムの数は約3から5万人と推定されている。一方、イタリア人のイスラム共への回収者は1万人以下と、 ムスリムはイタリアの総人口の約1.4%を占めているが、この比率は他の主要な EU 諸国よりもかなり低く、しかも1300年にムスリムがプーリアにおける最後の支配拠点を失う以前、つまり9世紀半ばから13世紀末までにイタリアで記録されたムスリム人口よりもやや少ない。中世には現在のイタリア領土内に居住するムスリムは、 その大多数が当初部とイタリア南部に集中していたが、現代ではイタリア全土に分散して、イタリア北部に55%、中部に25%が居住しており、南部にはわずか20%のみとなっている。移民に占めるムスリムの割合は近年減少傾向にあり、イタリア内務省とカリタスによる統計報告によれば、 新たな移民に占めるムスリムの割合は1990年代の50%以上から2000年代には25%以下に減少している。イタリア現地住民とイスラム教徒移民の間の近年の対立点の一つに学校の教室、視聴者、病院の病棟など公共建築物における十字字難像の掲示がある。アデル・スミスは公共施設において十字架を除去するよう主張し、 メディアで大きく報道された。イタリア国務院は2006年2月13日の556号判決において政府女性施設における十字架の刑事を承認した。その後スミスは2006年にカトリック中傷の罪で起訴された。ムスリム活動家の特例ーチ引き渡し事件が多数発生しているほか、現政権によるモスク閉鎖の動きが見られる。2008年9月、 北部同盟が国内のモスクの建設はすでにミラノで不許可となっている。イタリア政府は、ムスリムはいかなる場所でも祈ることができ、モスクを建設する必要はないと主張している。イタリアには著名なムスリム学者がさほど多くいるわけではなく、多くのムスリムたちは外国のイスラム法学者に頼っている。例として、イタリアに居住する南アジア系のムスリムは、 南アフリカのイスラム法学者であるムフティイスマー・イール・ムーサにあらゆる宗教的疑問の紹介を行っている。イタリアのムスリムの少数派はイスラム教協会に属している。国内のイスラム教,教会としては主に以下のものがある。ありがとうございます。